世界の建築ミニ図集機構。Mini Picture Travel of World Building。建築家なしの建築プラス脅威の交渉たち、008。建築家なしの建築とは、これまでずっと軽視され、あるいは全く無視され続けてきた建築様式の単なる寄せ集めではない。それの進歩は父としてはいたが、鋭い明察力を含んでいた生活様式の長所を無言のうちに示す証明書なのだ。バーナード・ルドフスキー。建築家なしの建築の大盤と、脅威の交渉たちの軽盤で、挿絵を独自にまとめたものです。建築家なしの建築。路地や、周りを外壁で囲んでいる庭のこと。風土的建築に古くから、付き物の設備である路地やは、屋根付きの歩道から、多かれ少なかれ囲まれた、バルコニーやギャラリーを含み、列柱のあるホールまでの広い範囲にわたっている。ギリシャのアトス山の中のシモンペトラの修道院の一翼、O087。ロジア。コーカサスのアウルシュレックの全貌、O088。ロジア。マドリードの近郊の、チンチョンの中央広場に面した家並みで、これらの家のロジアは闘牛の時に桟敷席になるのである、O089。純正銅型建築穀物蔵。一番知られていない田園的建築の形の一つは、スペインのイベリア半島の北西隅に位置するガリシア地方の穀物層である。この地域の住民は紀元前500年頃、ヨーロッパへ侵入したケルト族の子孫である。山間部では今でもなお、ケルト人の粗野な感情の石積みの小屋が見られる。しかし最も注目に値するのは、ポレオと呼ばれるトウモロコシ貯蔵庫である。永遠の保存を目指して建てられたこの穀倉は、何よりもピロティに、支えられた教会を思わせ、その厳しい輪郭によって、人の目を引きつける。こうした威厳は決して偶然に、生じたものではない。なぜなら大部分の農民たちは、バンとパンの原料に対して、宗教的な敬意を抱いているからだ。花崗岩の石板を組み合わせて、築かれたホレオは、火災や中獣の害に対して安全である。それは頂点に円盤状の石を乗せた柱に支えられている。この円盤はネズミの侵入を防ぐ役割をし、またちなみに言えば、古典建築の中東の先駆でもある。壁の隙間は換気機能を果たしている。民間伝承では、ホレオは夜に散歩すると言われている。O090、091、092、093。穀物蔵。ポルトガル北部は同じ国の他の部分よりも、むしろ隣接するスペインのガリシア地方と文化的関連が深い。だからポルトガルのエスピゲーロと呼ばれる蔵が、スペインのホレオと完全に対応していることは、驚くに当たらない。収穫が共同作業になっている、リンドソの農村では、穀倉が一番目につく風物である。これらの穀倉は換気上の風向きの点でも、侵略を受けた時に、穀物を城に運び込む便宜の点でも、一番有利な場所に建てられている。城から見た穀倉の群れを示す。蔵の建てられている地盤は、天然の花崗岩のテラスになっていて、脱穀場として使われる、O094。小規模の穀倉。これらの小さいサイロ型の穀倉は、象牙海岸のポルタ川の海から、400マイル遡った上流域にある。イベリア半島では石像の穀倉の足のような部分の存在が蔵は夜に散歩するという民間伝承の源になったらしいが、ここに掲げたアフリカの太鼓腹を思わせる蔵は歩くというより踊り出しそうな擬人的性格を感じさせる。イエネガンド号の穀倉 O095。 コルホゴの穀倉 O096。人間の顔の絵の装飾で強調されている。リエボー号の穀倉 O097。スーダン地方の型を示している穀倉 O098。貯蔵用の塔。旧フランス領スーダンのドゴン族の穀倉は、その記念碑聖において、ガリシアやリビアのものに匹敵する。バンジア柄の四角な塔 O099。
貯蔵用の塔。上に行くほどせり出した岩壁を巧みに利用している。モプチ付近の石筍型の塔、王百。貯蔵用の要塞。リビアカバオでは、穀倉それ自体が要塞化されている。上階へ通じるはしごは、美学的見地からすると、アメリカの風土的建築の非常階段と関係がある、王101。肥料熟成装置。西洋では鳩はハエやノミと同じような、迷惑あるいは脅威であって、大抵の人は絶滅することを待ち望んでいる。しかし東洋ではこれと違って、鳩は非常に尊重されている。鳩の糞は、区別の塔の中に集められる。それはちょうどコプタ型の貯金箱に、小銭を集めるのと同じシステムに従っていて、一杯になると塔を壊して、その貴重な貯金を肥料として、使うのである。イスフア藩近くのリンジャンの鳩の塔、王102。肥料熟成装置。東洋では鳩は非常に尊重されている。鳩の糞は区別の塔の中に集められる。一杯になると塔を壊して、その貴重な鳩の糞を肥料として使うのである。ナイル峡谷の鳩小屋、王103、104。脅威の交渉たち。城塞。北部ギリシャのアトス山の上には、修道士の要塞が20棟立ち並んでいるが、その一つの下ペトラ洞院は、ラバの通う道だけが横切っている、緑の原野にそびえ立っている、計121。その弟子ら夜中彼をカゴにて釣り下せり。彼とはエレベーターの前身である、ロープに釣られたカゴで牢から脱出した、聖パウロのことである、計122。遠征主義と信仰の記念碑である、下ペトラ修道院はアトス山中の壮大な建造物の中でも第一位と評価されている。修道士たちの宿舎を互いにつなぐ木製の脆い回廊は巨大な基礎構造と衝撃的な対象を成している。計123。この図の駐屯軍基地と土着民の住居が隣り合わせになった姿には、植民地主義が臆面もなく表現されている。ギニア海岸に立つオランダ軍のクリスチアンボルグ城の有志のせいで、隣接したアフリカ人部落は耐え忍ぶほかない建築的な失神のように見えてしまう。計124。騎士道華やかなりし時代には、岩山がこぞって自分の頂上を城塞で飾ってくれるようにと、断りきれぬほど巧みに招いたらしい。アラビアのアデンの港は、死火山の河口の淵に、立ち並んだ城が作る文字通りの、前哨戦で守られている。計125。今日の建築家の中には、透明な建築に飽き飽きして、その表面が開口部で損なわれないような、純粋な塊を建てる者もいる。マルバオにあるポルトガル軍の前哨の砦は、石細工の豪華な仕上げだけを、唯一の装飾としており、今日の無双建築の先端を成している。計 126A。アルザスのフレッケンシュタイン城、11世紀建設、1680年焼失は、とても現実にありそうにもない形状の岩と、平凡な形の建物とが融合した結果、いわば有機的な摩天楼となった。これはかつてドイツ領内に散在した。1万もの城の一つである。計 126B。スペインのウエスカのローマ帝国時代の遺跡の上に建てられたロアール城は、11世紀の追記術の典型を示している。この周囲3分の1マイルにわたる広大な遺構は、国家指定の記念建造物となっている。計127。最も初期の人類の砦は、ヘラシカが肉食獣から我が身を守るために築いた雪の累壁と大して差がなかった。計 128A。スカンジナビアの燃えやすい木造の城は、その童話的な佇まいにふさわしい、百合木馬にまたがった、騎乗を呼んでいるようだ。
この絵は1502年にドイツ人の古兵によって描かれたもので、デンマーク人とスウェーデン人の争いの種となったエルビスペルク城を示している。K128B。樹木の豊かな地域では、どこでも最も原始的な砦である。棘のある木の生垣から一歩進んだ、形としてこのような木製の防御柵が現れた。この形式はプラジルの食人種にも、プリマスの植民地を築いた、ピルグリムファーザーズにも同様に使われた。K128C。城塞の解体は、その建設と同じように、長い時間と莫大な費用を要する事業だった。普通の戦いには、大げさすぎて使われなかった大砲が、こういう場合に借り出されてきた。K129。